もくんチャンネルです。はい、今回も、ちょっとね、朝からずっといい天気で、なってましたので、今回もこの青島さんのキットでね、ラクプラの、R32 スカイライン GTR ですね。はい、箱ではスパークシルバーではなってますが、前回僕ね、下地で、フィニッシャーズさんのカラーでね、ウエストブラックを拭いてましたが、今回そのウエストブラックを、まあ、ステサフみたいにしてね、磨いて、ラプロスのクロスでね、まあ、6000番とか8000番とかで、軽く磨いて、フィニッシャーズさんのコンパウンドのミクロ HG で磨いて、でそれから、バックミラーと、内装の方でボディの方ですねをガンクロームですね、ミスターカラーのガンクロームを拭いてみました。はい、まあ箱と同じようなシルバーみたいになってますが、これは中間の色になります。はい、でね、朝からちょっと拭いてたので、もうほとんど乾いてますので、上拭きですね。上拭きで一番ちょっと迷ったんですけど、このシルバーの上で、まあクリア系ですね、クリアオレンジとかクリアレッドとか、クリアイエローとかっていうのも考えたんですけど、それでねキャンディー塗装にしようかなと思ったんですけど、ちょっと緑系にしようかなと思いまして、このフィニッシャーズさんのねジャガーグリーンを拭いてみようかなと思いました。で、また今からね、ちょっとジャガーグリーンをこのガンクロームのボディとかの上にね、拭いて、紹介します。はい、まあ内装の方はまた次回ね、まあ、筆でですね大まかなとこは、エアブラシで拭けると思うんですけど、細かいとこですねっていうのは筆で塗って、塗り分けをしてみたいかなと思います。はい、また内装の方は次回、色分けの紹介をしてみたいと思いますけど、今回は、ボディの方ですねの方と、まあ、ちょっと外してるね、バックミラーですねの方を、ジャガーグリーンで、拭いてみようかなと思ってます。はい、まあ、今回は、上拭きでも1回目を拭いてみようかなと思います。ちょっと、まあ、スキップしますけど、まあ、この色が中間の色です。はい、そこからジャガーグリーンの方の1回目の色で、やってみたいと思いますんで、ちょっとお待ちください。スキップします。はい、スキップしました。はい、今ね、上拭きの1回目ですね、ジャガーグリーンを拭いてみましたが、今回はね、まあ、ボディと、バックミラーですねの方をジャガーグリーンで1回目拭いてみました。はい、まあこんな感じです。はい、こんな感じに、R32 の GTR が、まあ前回は黒色だっ
ったんですが、先ほどの紹介した中間の色で、ガンクロームのシルバーでなってました。で今ね、上吹きの1回目ジャガーグリーンを吹いたらこんな感じに なりました。はい、このね、まあ R32 のスカイラインとかってなったら僕のイメージでは、まあ昔でね、あった、R32 の GTR でしたら、まあシルバーか、僕のイメージなんですけど、個人的な意見なんですけど、シルバーかガンメタの色か、真っ黒かで、白色ですね、はい、かぐらいしか思わなかったんですけど、このねシルバーの上にジャガーグリーンを吹いて、グリーンのメタリックみたいなやつですねにしたら、なんか今の時代ね、いい感じの色になってる GTR かなと思います。はい、まあ、昔ね、まあ走り屋さんとかねいてた時の方は、ゴールドとかもありましたしね、まあみんなね、自分の好きな色で、実車のね色も、やってましたし、でこういう感じのプラモデルでもね、いろんな自分のオリジナルの色でね、やってる方もいてましたけど、僕はね自分のこのオリジナルの色で、まあ箱の色ではシルバーなんですけど、僕はこのプラモデルでは、ジャガーグリーンをこんな感じの色に、してみました。はい、まあね、バックミラーもこんな感じです。はい、でまあ1回目なんで、もう1回これ乾いたらちょっとね、ボンネットとかところどころね、ブツブツが入りましたので、もう一度、軽くまあね紙やすりとか、ラプロスのクロスで磨いて、で、コンパウンドのミクロ HG でねまた磨いて、でそれからもう一回ね、2回目のジャガーグリーンを吹いて、でまあオートクリアも2回ほどかな、吹こうかなと考えてます。はい、まだね、シールとかっていうのは、内装のね方でしたら貼れると思うんですけど、次回ね内装の方とかも、メーターのとことかっていうのもシール貼って、まあ色分けをしてみたいと思いますんで、こちらのボディの方もね2回目、ジャガーグリーンを拭いていこうかなと思います。はい、まあ、中間の色では先ほどのね中間の色はこのミスターカラーのガンクロームを使ってました。はい、で今この上吹きのジャガーグリーンは先ほどもね言いましたこの、フィニッシャーズさんのジャガーグリーンです。はい、まあ、こんな感じで、一度ね、今回は中間の色の紹介と、上吹きのジャガーグリーンの1回目の色ですねの紹介をしてみました。はい、また次回内装の方とボディの方とで、まあ、できたらホイールの色ですねもうちょっとやってみたいかなと思います。まあ、ホイールの色もね
どんな感じの色にしようかちょっと今考えてますんで、まあ、また次回の動画でね、お楽しみください。はい、それでは今回はこんな感じで、この青島さんのキットのラクプラの R32 スカイライン GTR の僕のオリジナルのね、色とか、まあ、作り方ですね、で紹介をしてみました。はい、それではまた次回の動画で、ね、まあ、ちょっと進んでいってると思いますんで、よかったら見てください。はい、お楽しみください。それでは今回はこんな感じで紹介を終わらせてもらいます。お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。バイバイ。